続いて、ミュコイングリッシュリスニングテスト編。ルールは縦簡単。英文を聞いてその意味を答えるだけ。しかし英文を読み上げるのはさくらみこだ。果たしてコラボ相手はみこちの、読む英文を間違えず聞き取れるのか。これね、あのエリートイングリッシュだね。ヘキサゴンちゃん難易度高っけ。なんでの高くないだろ。そうだね、みこがなんか事前にまあなんか録画した映像とかでやる的なね、難易度高っけな。無理だってって。そんなに無理なんですか。難易度高すぎ。絶対正解できない。負けイベやん。そんなこと言わないで、やめとけ。じゃあこれは、じゃなしということで。納得いかないな、これ。納得いかねえよ。みこ、結構頑張れと思ってたんですけど。続いて。あ、エリートイングリッシュコラボ。あ、これさっきね、みんな、無理だって言われてたから、ちょっとやり方考えなきゃなって。改めて思ったんだけど、まあ、毎週日曜日、まあ、8月あたりかなのお昼の12時とかになんかやりたいなって、あの会長とねやってた企画の、まあ、もうちょっと優しいバージョン的なねやつ、そうまあこう、まあ、EN とかアリの子たちとコラボとか交流深める夏にできたらなって思ってるかな。やってます。 IN? あ、これインしてますね。これ、IN になってます。これ EN ですね。これインしてますね。はい。続いて、マインクラフトホロライブ学校作り。これね、そう、肝試しがやりたいなって思ったんだけど、場所はさ、ごめん。外とかだと、難しいなと思って。で、どうせ文化祭やりたいってみんなで話したから、まあ、使えるじゃんと思って。そう、学校、でかいやつ、でかいやつ。いろんなクラスとかをこうたくさん入れるでっけえやつ、そう、かなた学校のでかい版みたいなやつを作りたい。ちょっとかなたにもちょっと協力してもらおうかなって思ってるやつ。